皆さんこんにちは、花子です。日本の作家芥川龍之介をご存知でしょうか。今日はそのトピックでリスニングチャレンジをしたいと思います。まずはキーワードを説明した後に話し始めます。キーワード Keywords 精神に異常をきたす、神経を病む、 To have mental illness、 自殺未遂、 Attempted suicide、 睡眠薬、 Sleeping pills、悪、evil、 kicking、 starvation、 自然災害、 natural disaster、 病気の感染、 pandemic、 disease spreading、 解雇、 to have one's job terminated、 遺体、 dead body、 老婆、 old woman、カツラ、wig、 正当化、justified、 干物、dried food、 餓死、 to die from hunger。 芥川龍之介は日本の作家で、夏目漱石の弟子の一人です。彼は1892年に生まれました。7ヶ月の時に母親が精神に異常をきたしたため、叔父の芥川の家に引き取られました。彼も大学の専攻は夏目漱石のように英文学科でした。そのためか彼の作品は構成がイギリス文学的だと言われています。彼も30歳頃精神を病み始めました。太宰治じゃないですが、彼も秘書と自殺未遂を起こしました。その時は亡くなりませんでしたが、後に大量の睡眠薬を飲んで自殺しました。彼の有名な作品には、蜘蛛の糸、地獄編などいろいろありますが、地獄みたいな怖い話が多いです。私は日本文学専攻だったので、彼の話をたくさん読みましたが、怖かったです。羅生門は黒澤明が映画化して、1951年にアメリカのアカデミー賞も取った有名な話なので、今日はその話をしたいと思います。羅生門は1915年に書かれた小説で、テーマは生きるための悪についてです。夏目漱石の心では、人はいざという時に悪人に変わるから恐ろしいという落胆の気持ちが書かれていますが、こちらは生きるために悪は仕方ないというテーマです。話の背景は平安時代で794年から1185年、飢饉や自然災害が続き、人々は食べるものもなく、病気の感染も拡大していました。そのため人々の心はすさんでいき、誰も人を信じることができなくなっていったのです。主人公の男も仕事を解雇され、食べることもできないので強盗になろうとしますが、そんな勇気も出ませんでした。途方に暮れて羅生門を歩いていると、門の2階でいくつもの遺体が捨てられているのを見つけました。そこでは老婆が若い女の遺体から髪を抜いてカツラを作ろうとしていました。男は老婆がしていることに腹が立って刀を抜きました。しかし老婆は自分の行為を正当化しました。死体から抜いた髪でカツラを作ることは悪いことだろう、だがそれは自分が生きるためには仕方のない行為だ、ここにいる死人も生きている時には同じことをしていた、この死んだ女も生きている時には蛇の干物を魚の干物だと嘘をついて売り歩いていた、それは生きるために仕方がなく行った悪だ。だから自分が髪を抜いても、この女は私を許すだろう。
男は老婆の言葉を聞いて勇気が生まれました。そして老婆を押し倒して着物を剥ぎ取り、俺もそうしなければ餓死する体なのだと言い残し立ち去りました。自分だったらどうしますか？静かに死んでいきますか？それとも強盗になりますか？自分が親だったら子供を守らないといけないしね。とりあえず私は住むところも食べるものもある今の日本に感謝します。英語訳は下のリンクにあります。何パーセントあっていたか確認してみてください。日本語のトランスクリプトが欲しい方は、Amazon から誰もが知っている日本文学から学ぶ日本語を買ってみてください。Amazon で発売中、下のリンクをクリックしてください。2019年10月14日から JLPTN2 レッスンが始まります。日本時間毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、夜9時から9時半までライブレッスンをしています。録画を見てもいいです。テキストブックはこの3つを使います。12月に JLPTN2 を受ける人にぴったりのクラスです。詳しいスケジュールは下のリンクから確認してください。10月14日はそのデモレッスンをするので、サインアップするか迷っている人は受けてみてください。そのリンクも下にあります。それではさようなら。